東京グール、東京グールは、石田水による日本の漫画作品。略称は、TG。石田のデビュー作として、週刊ヤングジャンプにて2011年41号から2014年42号まで、連載された後、新編となる、東京グール、東京グール、リガ、同誌2014年46号から2018年31号まで、連載された。 2021年1月時点で全世界シリーズ累計発行部数は4700万部を突破している。2013年7月から東話田による小説版が発売された。2013年8月から同年9月までデジタル漫画雑誌ジャンプライブにてスピンオフ漫画東京グール東京グールジャックが連載され、また 週刊少年ジャンプ2014年31号に読み切り作品東京グール東京グールジョーカーが掲載された2014年からテレビアニメ化2015年から舞台化2017年から実写映画化された人間社会に紛れ込み人を喰らう正体不明の怪人クエシュが蔓延する東京神井大学に通う主人公金ナ健は 女性のクエシュ、人大利用に襲われ、瀕死となるが、工事現場から落下した鉄骨がありに当たったことで、捕食を免れ、一命を取り留める。しかし事故による、手術の際に、クエシュであるリゼの臓器を移植されたことで、カネキは反クエシュとなってしまう。それ以来、カネキは苦悩と恐怖に満ちた日々を送ることになる。本編開始の12年前、 13区の高校に通う不良少年、不良たしは幼馴染みたちを、カボチャの仮面を被った人物に殺傷され、彼自身も殺されそうになるが、クラスメイトの転校生、有馬貴希に助けられる。幼馴染みの仇討ちを誓った不良は、有馬から、仇がクエシュという存在で、カボチャの仮面のクエシュが、ランタンと呼ばれていることを聞き、有馬と共にランタンの行方を追う。 不良と、有馬は、順調にクエシュを狩る中、ランタンの意外な正体を突き止める。第一部終了後から第二部、リ、開始までの間、二等捜査官、アハラ半兵を、主人公とし、パートナーである上等捜査官、鈴野や銃作りとの物語が展開する。臆病な半兵が、骸骨のマスクをした、クエシュたちに追われ逃げ惑っているところを銃像の、介入で救われ、 彼から軽い叱責を受ける。CCG13 区支部に戻り、スカルマスクという集団の調査、討伐の報告の最中、スカルマスクの犯行の報告があり、現場である暗示器通りへ向かう。死体を見た銃造は、無駄のない殺し方からここでの犯行は、スカルマスクのボスの仕業であると確信する。ハンが捜査中、電車内で、身長や行動、 香水の匂いがしたなどとプロファイリングしている最中に痴漢の現場に遭遇。助けるべきか否か葛藤している間に、重蔵によって痴漢行為が止められるが、この際重蔵は手つくさいという理由で痴漢を追いかける。移動中、近くにいたのになぜ止めなかったのかを重蔵に問われ、半衛は臆病であることの原因を語り、一区切りついた時に悲鳴が上がる。現場に駆けつけると、 先ほどの痴漢がスカルマスクに襲われていた。ボスであることを銃蔵が確認し、戦線布告をしたところでスカルマスクのメンバーに囲まれてしまう。腰を抜かしている半兵をよそに、銃蔵はクイン家 13SJ ソンでメンバーを相当、ボスにあと一歩というところでわざとらしく、13SJ ソンを弾き飛ばされてしまう。ボスの追撃に対して動かない銃蔵に、 半兵が焦り、勇気を振り絞って、ボスを背後から位置付きのもとに葬る。重蔵になぜ、スカルマスクが現れるのが分かったのか問うと、電車内でした香水と血の匂いが暗地域の現場の匂いとが一致したためとのこと。ボスのマスクを外すと、そこには電車内で痴漢されていた少女が横たわっていた。本作品の登場人物は特に必要とされる場合を除き、 カタカナで呼称されるのが基本である。恋の孔はアニメ版の声優。縁の孔は舞台版、映画版の順である。黒柳青霧の木崩壊後、赤岩の王を受け継いだ、金木がクエシュを守るために作り出した組織。青霧の木の崩壊と、キュー太の対等によるクエシュへの弾圧により、現状でクエシュたちの最後の拠り所となった。流先後は、組織名を、 共同戦線と変え、合算家投手となった、合算州が代表、反、青切りメンバー時代の仲間であった万丈が、副代表として、リーダーの座を降りた、金木に代わり TSC をはじめとする、人間社会への共存を図る。アンティーク、流線の中で、ブイラと共に倒され、司法に最後に、詫びの言葉を残し完全に死亡する。合算財閥合算家の関係者合算グループの、 関係者番上一味十一句が青霧に制圧されてからは青霧の配下にされていたが青霧の騒乱以後生存者は反青霧側に回った模様元青霧の木二十句のクエシュ青霧の木幹部ヤモリ一門ヤモリ率いる青霧のクエシュ一門で部下は彼のことを兄貴と呼び非常に慕っているヤモリ泣きとは泣きが率いているようであり CCG からは 白スーツと呼称される。白いスーツに幾何学模様の入ったホッケーマスクが特徴で、ガキグゲのような体育のクエッシュが多い。ヤモリ同様親指で他の指を鳴らしている。ギリ固い性格のクエッシュが多い模様。龍島上陸作戦後は泣きが金木に敗北。強いものが上につくという規律のもと、また金木の格好の中にヤモリの格好を見出したことで、 黒ギの参加につく。たたら直属その他同化し可能の関係者部位数おさむ総家、数ズおさむ文構成員ブラックドーベルその他のクエシュ、クエシュ対策局幹部の人間特等捜査官、準特等捜査官上等捜査官一等捜査官二等捜査官三等捜査官、階級不明クインクス、キューズオッカイレイ万体局員捜査官、CCG アカデミーその他の職員クエシュの協力者、 民間人食性が人肉のみに限定された肉食の味見種。反社会的な食性から公的に駆逐対象とされており、クエシュ対策局と呼ばれる専門の行政機関が設立されている。通常動機は人間との外見的な差異がなく、条件付きで交配も可能であるなど、限りなく人間に近い種として描かれている。その反面、身体能力は 極めて高く、数メートルを跳躍する脚力や素手で人体を貫く、両力を有し、個体差はあるが生体では、人の4から7倍の筋力があるとされる。程度の軽い殺過症や切り傷であれば一瞬、骨折でも一晩程度で治癒する回復能力を有し、また銃弾や刃物などの一般武器では、傷一つつかないほど耐久性にも優れている。感覚器官も、 非常に鋭く遠方から近づく人物の体臭を嗅ぎ分けられ、雑踏の中から足音を聞き分けることもできる。寿命は明言されていないが、人間のように老化したクエシュが登場しており、使用期間に致命傷を負えば死ぬことから、不老不死ではない。捕食もしくは交戦時には赤眼という状態になり、体から確固が発現するため人間と見分けやすくなる。 クエシュ対策法においてもこれらの確認をもって対象をクエシュと判断する旨を定めている。身体的な特徴食性と試行水やコーヒーを除けば基本的に接触できるのは人肉のみであり、一度の接触で数週間、ないし1ヶ月程度の活動ができる。常人が接触する食品をクエシュが口に含むと、味覚にオート中枢が刺激されるほど不快に感じ、無理に接触すれば、 体調悪化等の不調が発生する。重篤な飢餓状態に陥ると激しい頭痛や幻覚、判断力の低下を伴い、相手が友人や肉親であろうとも捕食することを躊躇しなくなる。経験者はこの苦痛を地獄のような苦しみと表現している。歯が生え揃っておらず、捕食期間が未発達な乳幼児の場合は、同種の母乳を飲むことで栄養を摂取できる。 精神的な特徴、生来の意識や感情は人間と変わらず同じ社会性を持っているため、日常は人間社会に溶け込んで生活している。しかし人間しか食べられない、クエシュとしての苛烈な環境から強弱はあるが心に闇を持つ傾向にある。大半は人間に対して複雑な感情を抱いたり、クエシュである自分に苦しんだりする程度であるが、 人間を単なる食べ物と考えるようになった、クエシュは気軽に捕食を行い、彼らが無秩序に起こす捕食殺人事件は、社会問題に発展し、クエシュ対策局から注目を浴びることになる。反面、健全な人格を備えた、クエシュも少なからず存在し、人間が店舗で食材を買うように自殺者などを、加工した食肉を入手して、人と変わらぬ生活を営んでいる。 生活や文化社会から追われる身分であるため、多くのクエシュが戸籍を持っていない。同様の理由から定住は極めて困難であり、住所や生命を頻繁に変えることも多々あるが、親から付けられた名前は綴りを変えつつも同じ読み仮名を使い続けるものが大半とされている。そのため、リゼのように生命を完全に変え、以前の身元が一切不明である、クエシュはかなり少数。 幼少の頃から人間を装う訓練を受けるが、その中でも普通の食品を表面上は当たり触りなく摂取し、体外で消化される前に応答する練習はかなり重要視されている。組織クエシュは社会的に存在が許されない立場から様々な目的で組織を形成し、人間とは異なる独自の社会を作り上げている。 アッシュ藩人間反クエシュ同様にクエシュを片親に持つ、交雑種であるが、開かず罪を持たず、通常の食事で生命を維持できる。性質的には人間であるが、雑種強制の影響により、常人を遥かに凌駕する身体能力を持つ。反面、肉体の劣化速度が著しく速く、短命であるという特徴もある。アリマをはじめとする、 白日には出身の捜査官全員がこれに該当する。クエシュ対策局クエシュ対策法を背景に活動する国の行政機関。英語名、コミッション・オブ・カウンター・グールの頭文字を取って、通称、CCG と呼ばれている。主な活動内容はクエシュの捜索及び駆逐であるが、捕食殺害事件で身寄りを失った児童の保護や教育も行っている。 保護された児童はその生い立ちからか、18歳になるとその半数以上がアカデミーに入学するとされる。CCG 誕生以前は数おさむけを筆頭としたスータのクエシュ退治屋の一族がクエシュの駆逐を行っていた。しかし、約100年前に出現した石岩のクエシュの強大さによって人間側が組織立って対処せざるを得なくなったことから、1890年に 当時のカズオサムや当主カズオサム大吉をトップとしたクエッシュ対策員が国家機関として設立された。これが現在の CCG の前身となる組織である。優先後、東京の CCG は解体され、東京保安委員会が発足した。現実の東京と似ているが、裏路地には人肉を狙うクエッシュが潜み、地下には地下道と呼ばれる。 クエシュによって築かれた広大な迷宮が広がる危険な都市である。区部は24区までが確認されており、区名は実世界でいうところの市町村コードで呼ばれている。連載版の原型となった作品。第113回漫画グランプリで準優秀賞を受賞し、ミラクルジャンプのナンバー2に読み切り作品として掲載された。単行本には未掲載ではあるが、 それらの要素は2巻から3巻にかけて再構成され演出やセリフ、テーマなども人物や場所を変えつつ再現されている。ストーリーはクエシュの喫茶店員、カネキと彼の正体を暴こうと来店するクエシュ捜査官の篠原を中心に繰り広げられる捜査劇で正体を見抜かれたカネキが篠原を捕食して決着をつけるというものだった。 登場人物は連載版と共通しているが、金木は、生来のクエシュで、食人本能に苦悩している。東花は、天真爛漫に捕食殺人を繰り返す。篠原はクエシュを増悪しているなど、設定は異なっていた。2014年7月より9月まで、東京 MX 他にて、第1期が放送され、2015年1月より3月まで、第2期。 東京グール東京グール映が放送された。2期は原作者の石田がストーリー原案を手掛け、金木が青霧の木に参加するという漫画とは異なる展開が描かれた。2018年4月から6月にかけては第3期、東京グール東京グール、リが放送された。同年10月から12月まで、リの第2期が放送された。ラジオ、東京グール。 東京グールグルラジは2014年7月9日から2015年4月8日までイズ泉にて配信されたウェブラジオ番組毎月第24水曜日更新パーソナリティは花、コーナツキ豊永俊幸。ト2015年9月30日にスピンオフコミックを原作とした東京グール、東京グール、ジャックが発売された 同年9月5日から9月18日に全国7地域の映画館で期間限定上映を実施。同年12月25日には小説版東京グール東京グール日々零零さん写真を原作とした東京グール東京グールピントが発売された。2015年7月舞台東京グール東京グールと題し、 アイア2.5シアター東京と京都劇場で上演。DVD、ブルーレイは2015年11月27日に発売。2017年6月29日から7月4日まで舞台、東京グール、東京グールあるいは超越的美食学をめぐる瞑想録と題した続編がシアター110と梅田芸術劇場シアタードラマシティで上演。 2017年7月29日公開。日本のみならず、アジアや米国、ドイツなど、約23カ国での公開が決定している。PG12 指定。ヒロインの霧島、東香織は、原作者である石田水の希望で、清水文香が演じた。2018年9月22日、2作目の制作が発表された。主演は久保田が続投するほか、 ヒロインの投下役は、清水文香に代わって、山本舞香が初登場のガッさんは、松田翔太が演じることが発表された。2019年7月19日公開。2019年4月11日に、タイトルが、東京グール、東京グール、S に決定したと発表された。なお、A リンク文は、R15 指定となる。第1作、第2作、 映画東京グールプレゼンツアンティークミッドナイトカフェは2017年6月8日からにヶ月間限定でインター FM897 にて放送されたラジオ番組番組コンセプトは東京の某所で深夜に開店する喫茶アンティークパーソナリティは井出大輔で映画のスタッフ出演者がゲスト出演し作品の世界観や見どころを紹介するゲストは第1回 第2回ともに、監督の萩原健太郎とプロデューサーの長江里次第。東京グール東京グール A に関するカテゴリー。東京グール東京グールジャックに関するカテゴリー。東京グール東京グールピントに関するカテゴリー。東京グールジェイルに関するカテゴリー。東京グール東京グールリに関するカテゴリー。東京グール東京グール S に関するカテゴリー。 ありがとうございます。